こんばんは、パーソナリティの小林美明です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。7月7日ということで、七夕ですね。七夕ですね。織姫は来ません。いや、待っていれば来ます。待っていれば来ます。足田川の向こうから来ます。あ、足田川、足田川の向こうから。いいですね、その表現。ねえ、皆さん、どんな夜をお過ごしなんでしょうか。どうですか、笹飾りとか、はい、された思い出ございますか。そうですね、なんかこう夢を書いてですね、うん、ちっちゃい頃はなんかあの漫画のヒーローになりたいみたいなの書いてましたよね、幼稚園の時は。その頃のヒーローって何だったんですかね。あ、セイントセイヤとか。あ、そうですか。あとなんか光源氏、アイドルですけどね。はい、だから自分にとってはヒーローだったんでしょうね。あー、ローラースケートで、ジャニーズの。あー、なるほどね。そうです、諸星くんでしたっけ。そう、諸星くん。そうです、そうです、そうです。まあヒーローは少しこう夢に向かってじゃないですか。国会のヒーローとして頑張っていただきたいと思います。頑張りたいと思います。うまく表現していただいて。というわけで、ご報告があるんですよ。そうですね、あの国会も終わったんですけれども、実はですね、タクロバンの支援をですね、朝日新聞の実は全国版にも取り上げていただいて、すごくありがたかったんですが、はい、クラウドファンディングという、まあ、インターネットを使った少しずつお金を集めるというですね、企画をやって、取り上げていただいたんです。で、90日間、募集をしてやっていてですね、何をしようかと思ったかというと、まあ、救急車が向こうにですねないということだったので、救急車を送ろうという企画をやったんです。で、最終的にはですね、目標だった金額っていうのは500万円にしてたんですが、集まらなかったんですが、はい、ご協力いただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。で、ご心配おかけしたんですけども、実は途中でですね、他の団体から声をかけていただいて、中古の救急車をですね、全国の地方自治体から集めて、それを直してですね、送るっていう活動されている団体さんがいらっしゃると。そこからご連絡いただいて、はい、で、これと外務省の少し予算を合わせれば、かなり安く送れますよという話があってですね、実はそっちで話ができたもんですから、最終的にはそれで目的は達成できたと。そうですか、それは良かったです。ということで、はい、はい、ただ途中までご参加をしてくださって、その金額にならなかったら、はい、その企画はなしになるということだったですよね。そうですね。でも何人かの方々は企画に参画をしてくださったので、はい、そうですね、その方々の思いっていうのはまた次につなげられますかね。こういうことってどんどん増えてくるんでしょうか。やっぱり増やしたいというふうに思ってます。やっぱりですね、まあ一つ渡辺芳美さんの事件がありましたけれども、まあ一箇所からですね、たくさんお金をもらうっていうふうになると、はい、どうしても貸し借りができてしまうと。それを広く薄くもらうことで、まあ本当にやりたいことをやっていけるって、こういうやり方っていうのが、まあ政治としてどうしても人件費としてお金もかかったりするんですから、そういった面でのお金の集め方っていうのはできると、まあいい信頼関係ができるのかなと思いますし、はい、いいのはですね、その後も継続的に連絡取れるんですよね。メールとか、はい、いろんな Facebook とかでも継続的にご報告ができるので、俺が応援したあいつはどうなってるかなっていうのをずっと見てもらえる。それは政治家にとっても嬉しいことですので、はい、そういう形で新しい形を模索してやっていきたいなと思ってます。はい。まあ、小林さんが今何を考え、何をどうしようかとしているっていうことが、はい、広く多くの方々に知っていただけるっていうツールでもあるわけですよね。そうですね。はい、その反面、どれを選択するかっていう選択肢においても、はい、やはり神経を使われるところではないかなと思いますね。そうですね。じゃあこれもやってよ、あれもやってよっていうことになりますもんね。はい、なので、まあ、そこは本当に根本的にですね、やらなきゃいかんというところで優先順位つけてやっていくっていうのは我々の重要な仕事だと思いますので、まあ、でも何よりいろんな意見いただけた方が選択肢はあるので、はい、たくさんいただきたいと思っています。一体何のことやらと思ってらっしゃる方は、どうぞ小林文明で検索していただきまして、はい、公式のですね、これはホームページ、ホームページ見ていただければ、はい、どんな活動をされて、はい、ブログに書いておりますので、ぜひ見てください。タクロバへの、はい、支援についても掲載されていますので、はい、見てください。さあ、あなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは deban@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは 084-920-8765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。またサイマルラジオ24時間放送です。パソコン、スマートフォン、タブレットでいつでもラジオ聞き放題となっています。詳しくはホームページご覧になってください。この番組は、興和物産、
カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜はゲストに株式会社グローバルビジネスパートナーズ代表取締役岩永直樹さんをお迎えしています。緊張してるって言っておっしゃってましたけど、そんなことないですね。いやいや、すごい緊張しております。すごい緊張します、はい、はあ、ちょっといろいろお話をお伺いしながらほぐしていきたいなというふうに思いますが、岩永さん、グローバルビジネスパートナーズという会社なんですけれども、これ設立して何年になるんでしょうか。丸1年になります。ですね、6月、はい、6月14日に設立しまして、はいはい、ちょうど1年と、まあ、そうですね、1ヶ月、はい、経ったぐらいですね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、というわけでどんなお仕事をされてるんでしょうか。そうですね、テーマとしましてはビジネスコンビニというものをお客様に提供していきたいと。ビジネスコンビニ、はい、思っております。何でも受けますということ。そうですね、今オフィスに関わるものの全てを、まあ提供して、でお客様に喜んでいただきたいと、そういうふうに思って設立の方をさせていただきました。ということはオフィス機器であったりこういうものを販売してるということですか。そうですね、まあ、具体的には複合機、携帯ではビジネスフォンだったり、あとは、まあ、はい、インターネット回線、電話回線、その他もろもろに関わるも、オフィスに関わるものは全て提供できるような会社を目指して今やっております。もう最近いろんなものがありますから、はい、まあ、会社さんにとっても選ぶのは大変難しいと思うんですけど、はい、これ起業されたのは、まあ、約ちょうど1年前ぐらいだということだったんですが、はい、きっかけは何だったんでしょうか。そうですね、僕もこの、まあ、通信業界に、まあ、10年ぐらい関わってきまして、ね、で今まで、まあ当然会社の法廷これを売れあれを売れっていうことで、その営業マンとしてずっとやってきてたんですけれども、ただ会社都合でお客様に売ってしまってたこともすごく多いですし、はい、あとは特に中小企業様ですと、まあ、例えばパソコンはパソコンの会社、インターネットはインターネットの会社、あとは、まあ、複合機は複合機の会社とそれぞれ別のところで入れてらっしゃることが非常に多くて、はい、何かトラブルが起こった時に結局どこに頼めばいいかっていうことで問題解決できないまま、まあ結局そのままになってしまっているケースっていうのはすごくやっぱり多かったもので、はい、で僕としましてはじゃあ一つの会社が全部丸ごと、まあ、責任持って見ていただければお客様の方も喜んでいただいて、まあ、問題解決もスムーズにできるんじゃないかなと思いまして、はい、そういうのをちょっとやっていきたいというふうに思って設立いたしました。確かに、まあ、今のオフィス機器っていうのは大体全部つながってますもんね。そうですね、ネットを経由して。そうですね、そうすると、まあ、複合機が悪いのかなと思ったら実はパソコン側の設定の問題だと、はいはい、こういうのがあるわけです、ね、そうですね。でも私自身も実際にオフィスを持って事務所を構えてやってるわけですけど、うん、どうしても陥りがちなのはなんかこうそれぞれ専門家に頼んでやった方が安くなるのかなと、はい、ちょっとこう思いがちなんですけど、はい、やっぱり意外とそうしちゃうと個別でこうどこに問い合わせていいか分かんないっていう問題が。そうですね、結局リスクが高くなってしまったら結局本当にまあ、商売としてやりたいことが止まってしまうケースがあるんで、やっぱ多少はそこはもう安かろう悪かろうっていうところではなくて、やっぱり信頼できる会社に、まあ、ワンパッケージまとめてしまう方が結局会社様としてはいいんじゃないかなと思いまして、はい、それを今やっていきたいなと思っております。いろんな、まあ、使い方があるんだと思います。携帯電話だけでもありますし、そうですね、複合機だけでもいろんな使い方、今機能がものすごいあって、はい、多分使い切れてない方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、はい、具体的にですね、例えばこんな改善ができますっていうなんか事例ってありますか。そうですね、まあ、例えばまあ簡単に言いますと、まあ、携帯電話、まあ、最近スマートフォンなんかがすごく流行ってるとは思うんですけれども、はい、まあ、今までだと、まあ、会社の、まあ、仕事だと、まあ、夜中になっても会社に戻ってパソコンを開いて、まあ、メールを打つと、チェックして打つっていうことがすごく多かったんですけど、今ではもうスマートフォンにそこの部分をもう転送してしまえばいつでもどこでも見れるんで、はい、会社としては当然残業代もかかりませんし、情報共有も早くなったりするんで、まあ大手企業様は当然当たり前にやってらっしゃるかもしれないんですけど、中小企業様ですとまだまだ全然そこのご認識されてらっしゃらない会社さんも非常に多いものでですね、はい、そこの部分をしっかりお伝えして、まあもっと業務効率を上げていただきたいなというふうには思っております。それ以外にも何かありますか。それ以外ですと
あとは当時だとそうですね、テレビ会議システムというのが、まあ当然何十万とか、まあ、何百万単位で導入されてたですよ、ね、いらっしゃったんですけど、はい、今ではもうあの無料でテレビ会議できるようなもうシステムなんかもありますので、はい、もうそういうのをもっと活用していただきたいなと思っております。確かに今だったらあのスカイプとか、はい、Google の何かとかですね、はい、ありますよね。そうですね、あの実際にうちの事務所もですね、東京の国会の事務所と福山の事務所でなんかミーティングをするっていうと、うん、実は使ってまして、はいはい、すごいスムーズに、そうですね、話できちゃいますよね。そうですね、最近早いですから、もう画像とかもほとんどブレなくて、お話できるようになってますね、だからなんか私も昔法人営業3年間ドコモでやってたんですけど、はい、あの頃売ってたものとですね全然違っちゃったなと。そうですね、はい、それでもこの進歩ってすごいなと思います。すごいです、もう本当にこの業界にいるともうスピードが速すぎてですね、なかなかついていくのが大変ですね、そうですね、はい、あと最近すごい便利だなと思うのはあのファックスが届くんですけど、はい、あれ紙で出さずに、はい、そのままパソコンにですね、はい、メールで送ってもらうとできるじゃないですか、そうですね、はい、あれすごい便利で、そうですね、もう最近はもうそういう機能がついてまして、特にあのお一人でやってらっしゃるあの中小企業さんも多いんですけれども、ファックスが届いたものをそのままでスマートフォンに転送したりするともうリアルタイムで見えたりするんで、はい、本当にこうもう効果は高いんじゃないかなと思っております、はい、ね、そのなんか事務所にいなきゃいけないっていう、その場所の制約を外してもらえるっていうのは、はい、そうですね、仕事上すごく効率的、そうですね、ですよね、すごい早くなったと思います、はい、仕事が。あとすっごい細かい話ですけど、やっぱ紙代って結構するので、そうですね、すいませんねこんな話本当に。でもなんかちっちゃい事務所持ってるとやっぱりそういうのってすごく重要で、はい、やっぱりそれも削減できるっていうのは費用削減になりますよね。そうですね、カウンター料金がだいぶ抑えられるんじゃないかと思います。専門的な、いや環境にもつながりますよね。あ、そうなんですね、エコでありますから、おっしゃる通りです。そうなんですよ、そういう意味でいろんな考え方があるし、はい、提案次第だということですね、はい、でもそういう意味ではやっぱりどれだけ信頼してあのご相談できるかだと思うんですけど、はい、この信頼関係というのはどうやってこう作っていくんですか。そうですね、まあ、あのこういった業界ですので当然あの、まあ、あのアプローチの仕方っていうのがいろんなところからかかってくると思うんですよね。当然あの飛び込みで来られる方もいらっしゃれば、お電話をかかってくる場合もあれば、チラシとかですね、いろんな形でこうお客様先にこういろんな情報が集まってくるかと思うんですけれども、ただまあ、まあ私的にはもう一番本当に信用ができる方をあの専門家と置いて、そこを相談されていかれるのがまあ、一番間違いなくいい効率につながっていくような選択肢じゃないかなというふうには思っております。はい、お話が尽きないようでございますが、このあたりでちょっとインターバルを置かせてください。岩永さんのリクエスト曲をお届けしようと思います。グリーンで奇跡をどうぞ。サロンでトーク、今夜はゲストに株式会社グローバルビジネスパートナーズ代表取締役岩永直樹さんをお迎えしています。岩永さん、後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでちょっとプロの岩永さんにですね、いえいえいえ、アドバイスをちょっといただきたいなと思ってですね、はい、なぜかというと我々も成長世界ですね、やっぱり中小企業をどうやって元気になってもらうかっていろいろ考えるんですが、やっぱり生産性をこう上げていただく、とにかくやっぱりなるべく効率的に、商売をしていただいて、なるべく多くの雇用を生み出してほしいなというふうに思うと、一つはこの情報通信機器、うん、もしくは情報通信自体をですねうまく使っていただくというのが一つポイントかなと思ってるんです、はい、そういう意味でどういうアドバイスがありますか。そうですね、まあ一つ僕がやりたいことの一つでもあるんですけれども、今ずっと10年ほど営業の道でやってきまして、まあ、大手企業様と中小企業様のですね、まあ情報通信に関する考え方取り組みっていうのがどんどん、まあ、差がついてきてるというふうに思っておりまして、はい、まあ、これだけ、まあ、インターネットが盛んにはなってるんですけれども、実際私どもが営業に行かさせていただくお客様ですと、ええ、まだまあ、ホームページをご利用でなかったりとか、まあ、インターネットそもそもほとんどやってらっしゃらないところが、まあ、非常に多かったりしますので、まずその最低限のインフラを整えていただくっ
ていうところがまず第一歩かなというふうに思っておりまして、はい、まあ特に海外とかですともう決済なんかがですねもうすごく早くてですね大きな金額のものがもう瞬間瞬間で決まっているような状況があるんですけれども、特にまだ日本の中小企業様ですと、まあ、あの当時のと変わらずゆっくりとまだ決められる傾向があるんで、そうするとスピード感がだいぶ差がついてくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、はい、まずはあの最低限、まあ、あの情報を取り入れられる環境を、まあ、ちょっとコストはかかるかもしれないんですけれども、まずは作っていただくことが重要なのかなというふうには思っております。なるほど。これ具体的にイメージした方がいいかなと思っていて、はい、まあ、ツールじゃないですか、インターネットとか情報通信機器っていうのは、はい、何のために、まあ、やるのかっていうのもあると思うんで、はいはい、こういう具体的にこういうことをするとこういうことができますよっていうお話でいくと、どんな環境整備というのは必要なんですかね。そうですね、まあ一つは、まあ、まあホームページ、はい、今、まあ、ご利用で当然ほとんどもうご利用でいらっしゃると思うんですけれども、もう今まあ、ネットとリアルが今もう市場がネットの方がもう大きくなろうとしておりますので、うん、当然その注文されるお客様というのも、まあ、直接的に、まあ、ご注文されるケースもあるとは思うんですけども、ただ今後はもう、スマートフォンで検索したりとか、ホームページ、インターネットから検索されてそこのお客様先にたどり着かれるっていうケースもどんどん多くなってきますので、はい、まずはまあ、ネット上の看板というものを立てる上でもまだないお客様はまずそこのインフラを整える、はい、というところは重要かと思っております。うん、確かに最近だと福山の中小企業さんでもですね、なんか物作ってる方も、はい、型番によってこうカタログみたいなのが、はい、検索がかかるようなホームページを作られてですね、はい、なんでこういうことしたんですかって言ったら、やっぱり結構ネットで探される方も多いんだと。そうですね、探した上で初めて電話してこられる、はいはい、だから実はちょっとお金かかったけどやったんだよねっていう話があったんです、はい、そうですね、そういうことですか。そうですね、あとはまあ僕はあとはやっていきたいというのは、最低限のインフラ整えたら、あとはじゃあどういうふうに運用するのか、どういうふうに、まあ、集客するのか、というところが重要になってきますので、そういうところを特に中小企業様にお手伝いしてするのは、まあ、私どもの仕事かなというふうに思っておりますので、はい、どんどんそういうところをアドバイスできるようにやっていきたいと思っております。そういう意味では相当こう信頼関係必要ですよね。そうですね、やっぱり何でもご相談いただけて初めて提案できることっていうのがあるので、はいはいはい、そういうパートナーを見つけるっていうのは大事なんですね。そうですね、はい、身近なところでこんな時にご相談くださいっていうのが、そうですね、この名刺これちょっと冗談も半分入ってるんですけども、ゴルフのパーティーが一人足りなくなったって言うんですけど、はい、いつでもお付き合いいたします。あ、なるほど、飲みに行く時のお供に、はい、個人的に、はい、飲みに行きます、はい、ちょっとしたイライラを誰かにぶつけたいと。はい、もう怒ってください。はい、怒ってください。面白いですよ、この名刺。いいですよね、岩永さんの名刺。ありがとうございます。でも両相談ができるということですよね。そういうことなんですね、はい、いろんなことで、はい、例えば今でしたらそのスマートフォンを新しく買い替えた方には、ね、使い方などの相談。はい、そうです、はい、わからないですからね。そうですね、なかなか最初立ち上げるまでがもう一番大変ですからね。でも意外とすぐに、ね、仕事で使えるツールってのありますよね。そうですね、いっぱいありますね。無料でそのまま使えますって。そうですね、これはぜひ使っていただきたいですね。はい、でもこれネットがまあ進むわけですけど、我々もネット選挙やったんですが、はい、いろんな専門家と話をして、我々の党内でも話をしてやったんですけど、でもやっぱり最後はリアルだねっていう話に、そうですね、なったんですよね、はい、ただリアルで会うまでの間をどうやって埋めていって、はい、会った時にどれだけ深い付き合いができるか、はい、それをサポートできるのはやっぱりこういう情報通信なのかなというふうに思ったんですが、はい、いかがですか。そうですね、今後はもう本当にネットとリアルの部分が相当両極端になっていきますので、当然もうどんどんインターネットを使った商売っていうのはどんどん増えていくかと思うんですけれども、ただ逆にそうなっていくからこそ、その、まあ、フェイス2フェイスだったり、ワントゥーワンだったりですね、結局は人と人とのつながりで最終的にはそこに商売って結びついてくるのかなと、一旦
まあ、ウェブとかネットとかの方向に行くかもしれないんですけど、やっぱり極論は人と人になってくると思いますんで、僕としてはそういうつながりを持って、まあ、そこに任せれば大丈夫だっていう風な会社を作っていきたいと思っております。だからこの名刺なんですね。はい、いつも呼んでくださいと、はい、いうことですね。はい、なるほど。ちなみに今後、ね、リアルが、まあ、最終的には残るんじゃないかと思うんですけど、はい、今後のこう最近の傾向とかってあるんでしょうか、この情報通信の世界。そうですね、傾向としましては、まあ先ほど、まあ、言ったように本当に両極端になってきますので、本当に中小企業様に関しましては、とにかくその情報通信のことを、まあ、勉強していただいて、一刻も早く情報をリアルタイムの情報を取り入れて、そこで経営判断していただけるような準備っていうのは本当に必要なのかなというふうには思っております。はい、スピード感が上がってくるので、そうですね、それに対応できるような体制が必要です。はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。ちなみになんか岩永さんから私に質問があるというふうにそうですね、ちらっと伺いました、はい、私もずっと営業の畑でやってきたんですけど、小林さんも営業をやってらっしゃったということでお聞きしまして、はい、どういうふうにその時こう思いでやってらっしゃったのかなというのをちょっとお聞きしたいです。ね、なんですかね、もともと営業職やりたかったのも、やっぱり自分が関わった人が自分の提案ですごくこう喜ばれる、で活躍をされてる姿を見たいっていうのがあったので、はい、ずっとそれがやりたいなと思ってお話をしてましたけど、うん、まあ、難しいなと思ったのは、表面的な課題をおっしゃる場合と、うん、本質的な課題をおっしゃる場合と、はい、知ってて言わない場合もいらっしゃいますし、はいはいはい、知らない方もいらっしゃいますよね、うん、はい、自分で本質的な課題が何なのかっていうのが分からない、はい、これをこう掘り出していくっていうの、はい、すごくこう人間関係が大事だなと思いましたし、はい、こちらからのご提案でもないといけないと思ったんで、はい、まあ、そこはすごく難しいなと思います。今政治やっててもそうですね、はい、本質的な課題をこう掴むっていうのが一番難しいなと思うので、うん、そこは岩永さんもこう、そうですね、気にされるところなのかなと思います。そうですね、はい、まあ、岩永さんの方がプロですから、ね、いえ気になった方はいつでも岩永さんのところにご相談をいただきたいと思いますが、現在ですね、携帯電話キャンペーン実施中ともありますので、はい、これもちょっと気になる方は、そうですね、最近料金プランもいろいろ変わって、いやすごいことになってますね、だいぶ安く使えるようになってます、はい、なんか、はい、携帯屋さんの宣伝みたいに私なってますけど、まあ、いろんなキャリアさんがですね工夫されてますんで、はい、そういったところから取っかかりに岩永さんにご相談されるのいいかもしれない、はい、グローバルビジネスパートナーズで検索をかけてみてください。はい、ネット上に看板がかかっているということでございますね、ご検索いただきたいと思います。本日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストは株式会社グローバルビジネスパートナーズ代表取締役岩永直樹さんでした。いや、進歩してますね。進歩してますね、はい、本当についていけない時には岩永さんに相談したいと思います。そうですね、諦めずにプッと相談してもらえるといいと思いますんではい、それでは今夜もお相手は小林美明と、アシスタントは平野恵子でした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。この番組はコーア物産カネソ22の提供でお送りしました。